はい、皆さんこんにちは、イレイ君です。皆さんワーフリやってるとマナー足りないですよね。そう、僕も足りなくて、もうどうしようかなと。経験値&マナーのとこ行っても全然稼げないでしょ。でね、なんか売ってるんですよね、500、石500で6万マナーかな。もうでも高いでしょ。けども泣きながら歯食いしばって一応買うんですよね。もうしょうがないから、それを買うしかないからね。けどね、これ見てください。これ何か分かりますよね。ちょっと、そう、なんか格安シムとか格安スマホみたいなやつなんですけども、その特典内容の最高がなんと50万マナなんですよね。50万マナってすごくないですか。で、料金の方なんですけども、はい、10ギガプランで2500円、データプラス SMS シムカード、これちょっとよくわかんないんですけど、電話はできないやつですかね。ちょっとわかんないです、これは。でね、月2500円払ったら20万マナプラスアルファがもらえれるんですって。例えばゲーム内で課金して20万マナを買おうとすると、3060円で1500青銅式をまず買えます。で、500、石500で6万マナ買えれるから、3回18万マナだから、3060円で18万マナ買える。これは2500円払うと20万マナもらえれます。ですので、ただこれを単純比較すると、一応これはお得だということにはなってますよね。あと、これの他に何かかるか僕見てないですよ。そこなんか事務手数料とかある場合ありますよね。そこはこれ契約するときは見てくださいね、それは。で、あと、このマナを買うときに課金はしなくて、その配布された石だけで買う人はこれはお得ではないですよね。で、自分ね、このゲーム結構やり込んでるんですよね。もうマナもむちゃくちゃ買ってますからね、数十万マナは。ですので、自分はね、まあ要検討かな、これは要検討。はい、ということで本日は動画ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。